やばいやばい、千日超えぶりにジョン・ウィックの資金の再販来たー。え、マジ？ということで、ジョン・ウィックの大ファンの私が再販が来たことに大喜びしているんですが、ついでにキーマウを変えようと思っているので、ジョン・ウィックの資金の使用感と今まで使ってきたキーマウとの最後の撮影をしていきます。バトルバスは省いちゃったけど、まあ、行くか。よくねえよ。てか、ツルハシはどうした？お金が足りない。あ、そうなんだ。その後ろにあるのは何かな？何もないよ。そっか。明日は病院送りかな？お見舞い行ってあげるね。ごめんなさい、ついキラキラ光ってたから食べちゃいました。ん？大丈夫か？金庫開けるわよ。皆さん、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご実家おめえは。まあ、底辺 YouTuber のよくあるセリフですよ。じゃあ、スナイパーを改造しますかね。オッケー、できた。ちゃんと当てろよな。はいはい、わかってるって。一応トリッカーだよ。そうか。じゃあ、どこ行こうかな。敵を探しに行けば？普通にその予定だが。敵さん出てこい。そんなので出てくるわけないでしょうが。やっぱボスの SMG 強いわ。ここまで、めちゃ順調。珍しいこともあるもんだな。後で署の方まで。あ、いえ何でもありません。そう、ならよかったわ。でも、ジョン・ウィックってかっこいいよね。映画見たけど、最後がすごかったわ。すいません。子供さんもいるので、大人に喋る感じで語らないでもらえます？あ、つい。残り一人、よく終盤まで生き残ったな。うん、まあ。という感じでいかがだったでしょうか。最後、このキーマウとはお別れですが、新しいキーマウでもっと上手くなろうと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。それじゃ、またねー。